こんにちは、ピクチャレスクです。今回はですね、後編になりますね。ミニアル型ショルダーバッグのこの大花柄の暖色系の黄色とグリーンの色目のですね、大花柄でミニアルム型ショルダーバッグを作っていくっていうのの後半で完成までいきたいと思いますね。今回の後半はちょっとポイント一つだけちょっと詳しくやりたいんですけれども、それはですね、今から取っ手をつけようとしていますが、取っ手をもう作ったんですね。作るところじゃなくて取り付ける場面っていうところで、なんかちょっとポイントっていうのをですね、私なりのものをですね、お伝えしたいと思いますね。どうぞよろしくお願いします。ピクチャレスク。取っ手はですね、なかなかちょっと分厚くてですね、待ち針を留めてもずれやすいなっていうのは今まで作ってきて思いますね。なんか出来上がると分かるんですよね。少しちょっと位置が違うかなっていうのが正面から何かちょっと見た時にですね、分かるっていうので、できるだけ正確にやりたいものなんですけれどもね。で、こんな風に真ん中から半分に折ってですね、真ん中で待ち針をね、打ちます。ピンポイントで細い待ち針の細い線がね、ちょっとものを言いますんですけれども、こういう風にちょっと刺して、ちょっと映ってませんけどね刺してやりますね。ちょっと何回かやり直してますね。しっかり打って正確な真ん中の位置ちょっと把握して、でそれに対象になるようにつけるっていうのがやっぱり美しいとは思います。まずこれ一つポイントになるんですけども、真ん中をよく把握するっていうことですね。どんな方法でも別にいいと思うんですけれども、待ち針じゃなくてもいいんですけど、まあ待ち針、洗濯バサミでやってたこともあったかな。洗濯バサミだとね、スルってちょっとずれちゃうことがあって、いつの間にか移動しちゃってるんですよね。だから待ち針がいいかもしれません。ちっちゃいものだしね、そういう場合は待ち針で。で、もう一つポイントになるんですけど、いろいろポイントがあるんですけれどね、なるべく正確にやるには、表を一回取り付けたからそれに合わせてっていう風だと、目がね、信用にならないんですよ。人間の目っていうのがなんかね、それでなんとなくやるとずれたりして、だから裏は裏でですね、半分に折って印をつけといて、でその同じ幅と同じ上からのサイズで長さでやって合わせてみて確認するみたいな感じで、結構何度か確認しながらやっていくのがいいかなと思いますね。ちょっと触るとずれたりとか、なんかそういうことでなんかすぐ変わってしまうと思うんですよね。そこがちょっとね、意外に難しいところかなと思うんですね。でこれ印を表も裏も真ん中把握しましたので、あとはですね、残るポイントは幅と上からの高さなんですけど、前ね、何かの動画でお話ししたように、この取っ手っていうのはですね、作りが大きくいろんな作り方あると思うんですけれども、よく王道な作り方で私も多分作ってると思うんですけどもね、真ん中で折って端からこうやって折り込んでってやると、必ずですね、左右が対称じゃないんですよね。この片方が折り込んだ側のこのちょっと分厚めの方、片方は輪になっている方っていう方で、違いがあるんですよ。で、溝がある方っていうんですかね、重なった方を外向き側に持ってくるっていう風にしています。これもなんかいろいろ意見があるのかもしれませんけどね、そういう風にやると、私としては手に一番触れるところだから丈夫いっていう感じで、布だし、革だとまた勝手が違うかもしれないんですけれどもね、布の場合だとそういう風に丈夫さがいいかなと思って、なるべく手に触れる面が多いところに丈夫な方を持ってくるっていう、二重の方を持ってくるっていう風にして、ちょっとこれね、何回も分かってるんですけどね、上から6センチのところに今回は高さを指定したいと思います。そして待ち針から4センチ離れたところ左右対称にっていう感じにしたいと思います。いろいろやったんですけどね、このちっちゃいバッグのね、なんかイメージ、バッグのそのとの兼ね合いもあって、バランスですかね。そうすると、6センチと4センチがいいだろうっていうことになったんです。あまりにも狭いとなんかね、狭苦しい感じだし、広すぎるバッグ、取ってよく見るんですけどね、なんかあれもあれでね、そんなに持ちにやすいものではないかなと思う。手が大きい人がいるんだろうか、こんなにっていう感じで、すごい広いのがあると思うんですけども、まあこれくらい
が綺麗に見える感じっていうのもこれぐらいかなと思いますね。ずっと今までやってきてそんな感じに私は思っていますね。6センチとか 6.5 とかでやったこともあるかな。大きいバッグでも、大きいバッグであっても上からの、ね、高さは、ね、変わらないと思うんですよ。 6か 6.5 とかでやって、ただ幅が大きいバッグだともうちょっと広くなって、その分長さも長くしてますから。でこのバッグだと小っちゃめのバッグなので、長さもねとっても短くしてあるんです。なんかバランスもそれも考えて、元の型紙の長さも考えてやってやるんですけれども、それでさらにつける位置をのということになりますね。これがですね、あまりにも上の方に取っ手をつけちゃうと、今度ひっくり返して 1.5 センチの縫い代でひっくり返した後の感じがですね、とても不格好なんですよね。ここから 6.6 センチって結構あるんじゃないと思うかもしれませんけど、ここから 1.5 センチを引かねばなりません。そうすると残りが 4.5 センチだから、それがこのバランスとして出来上がりはいい感じになると思うんですね。なのでそういうこともバランスも考えなきゃいけないことと、あとファスナーを後で叩きつけたりする時の邪魔になるっていう、なんかそのなので避けやすいような位置ってなると、あまり上の方だとちょうどこの縫ってあるところがね、あのとぶつかっちゃってちょっと邪魔になってうまく縫えなかったりするんですね。だからあの上から6センチあたりを開けることが、あの作業もしやすいし見栄えもきれいにできるっていう一番のポジションかなと今は思っています。で、あのまあ大きさに応じて幅を、このミニ型だったらだいたい4センチの幅っていう感じがいいかなと思って、中心から4-4で、間の空いてだから足すと間空いてる分は8センチみたいな感じになりますね。8センチぐらいになるっていうことですね。すごいね、慎重にこれ測ってやったんです。もうどん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 ずれてくるんですよね、やっているとね。何か他に方法があるんでしょうかね、こういうのしっかり固定するようなねっていう感じですね。はい、だいたいこれでね確定しましたので、縫う時はねちょっと残念ながら待ち針をね外さねばならないので、またそこもねちょっと慎重に針を刺して、その直後になんか待ち針抜くみたいなことになると思うんです。このままやるとね待ち針に乗り上げて、なんかあの歪んだ線に縫い目が出来上がったりしてしまうんで、ちょっとねそこの辺が注意ですね。で、縫い方はあのペケやらないです。ボックス、四角プラスペケのペケがなしで、四角だけのボックス型のこの縫いにしたいと思います。で、裏にこういうように当て陣で力布ですね、力布をハード厚陣っていうやつですね、あのバニティの蓋のところで使ったりするんですけど、それのやつのを当ててですね、両方ともあの四角ボックス型にやる、ボックス型にやると最初のところに戻りますから、作業がスムーズで、結び最後飛び出たやつを裏返して後ろで結んでしまうっていうことで、最初の位置に戻っていくから始末がしやすいですね。はい、それでですね、このボックス型も正方形にしたいものですから、横の幅の2センチっていうのに忠実に2センチの縦の位置からスタート、横向きにスタートしていってボックス型にやっていく、返し縫いしながらですね、一つだけの線はねちょっと弱いかなってやっぱ思いますので、返し縫いしながら徐々に進んでいく形を取ります。その時に同じ線の上をやって綺麗に見えるように縫うっていうことをやってますね。じゃあこのリアル、あ、ちょっと音入ってないんですけどね、消しちゃったんですけど、リアルスピードでちょっと見てもらえますかね。えらい遅いんですよ、やっぱりゆっくり慎重にやって、狭いところですぐ向きを変えなきゃいけないし、あとですね、もともと縫ってあると、取ってさ、取ってもボックス型なんですよね、長方形の長いで真ん中に2本の線を入れているから、そのやっぱ綺麗に見えるには、その取っ手の端っこの縦のラインと重なるようにやるといいかなって、もう一つ余分な線ができない方がいいかなということで、そういう風にやってますね。いろんなやり方あると思うんですよ。途中この取っ手そのものを作る時にもう残しておいて途中で止めちゃって、ボックスを描けるような部分あのを空欄に開けとけばもっと綺麗じゃないかとか、それも確かにあるなぁとは思っていますけれどもね。
丈夫さで言うとね、ちょっとへにゃっとなるかなとは、そういうやり方だと思いますけれども、でもやったことないからやってみてもいいかなとも思います。あまりにも綺麗に見えるようだったらね、そのやり方も取り入れたいと思うんですけどね、どうでしょうかね。今のところね、叩きつけて全部同じ感じのようにやったところにさらにボックスを描いてるって感じですかね。そんな風にやってますね。ピクチャレスク。はい、じゃあここから早送りにしますね。全部で4箇所あるわけなので、4箇所同じようにやっていきますね。これが、まあ、2つ目。まだ2つ目ですけどね。返し縫いをしながらなので、あまりスムーズには進みませんけどね。丈夫な方がいいんですね、とにかくね。でも取っ手がブチってちぎれることってあるんでしょうかね。よっぽどじゃないとね。なんかすごいあのトートーバッグで、なんていうのかな、一重仕立てのすごいシンプルな四角にペケだけやってるのありますけどね、あれどうなんでしょうね。でもブランドバッグでもそういう、なんかパンプのバッグとかでもそういう作りのやつありますもんね。だからもう本当にその理論でしょうね。その四角とペケで塗ってあるやり方で取っ手を取り付けるっていうことは、いかに丈夫かっていうところでもそれ最低限やってやるからっていう感じなんでしょうね。あの基本的には力を全部支えてるバランスが取れてるからっていう感じでしょうかね。なんかどうも心配でね、あのやってしまいますね、私の場合ね。まあこれちっちゃいですからね、このカバンね、たくさん入れたとしてもそんなに重いものではないとは思うんですけれどもね。最近ボックス型にしましたね。前はですね、3段に横にボーダー状にやっていたんですね。けれどもね、ボックス型の方が力の配分はやっぱり比重が偏らないとは思います。だからもうそのボーダーの線を3つやるのをやめて、ボックスだと一続きでやれますしねっていうのを最近ね、そういう風に変えましたね。はい、こうやってやって、これで最後かな、これで全部終わりですね。はい、それで出来上がったら重ねてみてですね、表側と裏側とそれぞれのサイズで、それぞれ測りながらやったわけですけど、やっぱりピタッと合うっていうことを確認して、それでまあいいでしょうっていう判断にするわけですね。ピタッとなってますもんね。これを表一回取り付けたからって言って重ねて裏側も同じ位置にって前やってたことあるんですよ。だけどね、あれはね結構ずれますね。なんかなんらかんかん、もう本当に目が当てにならない感じっていうかですね。そうですね、縫いながらね多少ちょっとねずれてっちゃったりするのでね、完璧なね、なんかその間じゃないかったりするかもしれませんけどね、大枠は合格ですね、これだったらっていう感じにしてしまいました。はい、ではね、ここでこの詳しく取っ手のつける位置のことのポイントを終わりたいと思いますね。引き続きちょっとだけ作業をいろいろやっていくところをピックアップちょっとだけしてみて、それで完成のところに行きたいと思いますね。はい、ピクチャレスク。はい、こちらはですね、中側のフラップポケットの袋を叩いて取り付けているところですね。もうマジックテープは取り付けてある、すでに取り付けてあるということで、最後に叩きつけてますね。で、裏側にこうやって当て陣でハード薄陣ですね、これをポケットの裏にはつけていますね。あ、ポケットのフラップの裏につけるってことをやってますね。なぜフラップだけなのかって感じなんですけど、フラップが一番動くからですね。動いて引っ張ったりするかなと思って、なんかちょっと乱暴だと慌ててるとフラップをギュッと引っ張って全部の重さをこうやっちゃう場面なんてありそうかなと思って、それだとね、ハード圧陣でもいいかなともちょっと思っていますけれどもね。そして次、取っ手をね、またね、タブつけ忘れたんですよ、実はね。で今回ですね、後からで入れ込んでつけたんですけど、今回位置を変えました。取っ手のすぐ裏というかですね、そういう位置に入れています。かつて私が持っていたエトロのペイズリーのね、バッグがあったんですけど、そのバッグの時にはですね、革だけだからちょっと対象にならないかもしれないけど、比較にならないかもしれないけど、取っ手の中側につけてあったんですね。で、見事にやっぱり弱くてですね、革をすきすいてやりますからね、やっぱ分厚く縫えないから、で縫えるためにすいてやってやったので、もうちぎれてしまってって感じでお直しをね、やった覚えがありますね。だからちょっとそれとはちょっと違うんだけど、似たような位置ということで、取っ手というところの境で、取っ手の
周辺につけてみましたね。その方が水平で縫い付けやすいので、前はねカーブの位置につけちゃったんですけど、それよりもその取っ手の方がいいかなと思いましたね。取っ手の周辺ってことですね。邪魔にはなりません、あれだったね。でこれ本体も縫い付けてます。ものすごい大変でしたけどね、分厚くて。でもまあ許容範囲です。これこの程度ならって感じですね。針が通るので、もう通ってくれれば、出来上がればもう本当にそれで十分ですのでね。針が通らなくて糸が進んでいかないとちょっと困ったことになるんですよね。そうじゃなければね、多少は重くてもまあいいです。縫えればね本当にいいんです、だからこの生地ね、分厚そうに見えるけど、まあまあな中ぐらいの厚みだと思われますね。で今回もまたね、ちょっと細かく変更している部分を途中でそういう風にやってたんですけど、両開きにしましたファスナーをね。だから2本のファスナーを使ってるんですね。それはどうしてかっていうとですね、このアルマ型っていうのはどうしても構造上ですね、下の方までファスナーが開くんですよ。で途中でファスナーを止めようとすると、ファスナータブで今チラッと見えてますよね、下の方に。あれがねだいぶ長いものがいると不格好なんですよね。だからちょんってファスナータブが見えるのと、あとアルマ型の良さとしてガバッと口が開くっていうのの、まあ、メリットもありますから、それをそのファスナーのラインの美しさとかね、そういうのもあるので、両開きにしておけば両方平均的にその上の方で止めればいいですね。ファスナーを下までやらずにっていうことができるので、片開きだとどうしても全部ファスナーをねやらなきゃいけないから、ガバッと開きすぎちゃって、大事なところで急いでる時に人混みの中でこの長財布落としちゃったりとかね、スマホ落としちゃったりとか、そんなことちょっと悲しいですから、でそういうことがないように、受け皿の役割をするために両開きのファスナーにしておいて、好きなだけ途中までだけ開けれるようにしましたっていうことですね。はい、それで出来上がりのちょっとレビューですね。これ出来上がったんです。もうちょっとごめんなさいね、いろいろ省略してますが、もういつの間にやらこの飾りとかもつけてます。でショルダーもつけました。ショルダーはちょっとね2枚ハゲになってしまったので、途中に節があってですね、ちょっと手でスルルっていかないところがあるのが、ちょっと手でやらなきゃいけないんですけど、手を添えなきゃいけないというかですね。でまあこれ、出来上がった感想なんですけどね、ちょっとやや作りのことで言えば、底の方のそのファスナータブの見え方が、あのファスナータブが裏地を使うっていうことに決めていたんで、まあいいんですけどね、それはそれでその通りやったんだけれども、ちょっと浮くなっていう感じがしますね、多少ね。裏地としてこの中側にパッと入るのはこれは別にいいんですけれども、だからといってその同じ裏地をあのタブの位置に持ってくるとちょっと浮くもんだなっていうことは思いましたけど、まあそんなに大きな問題ではないと思うので、もうこのままでいいですね。もうそうしますということですね。このファスナーの色は黄土色で、ちょうどですね柄の中の花の土のような色の黄土色とマッチしていて、たまたまファスナーの色と合ったっていうのが良かったです。なんかねこれ以上余分な色を使いたくなかったんですよね。一応これもマルチカラーの部類なので、マルチカラーの場合ね、あまり第4、第5の色とかね、新たな色を入れるより、その中の色を取っていった方がおしゃれにまとまるっていうことはあるなと思ったので、もうそういう風にねちょっと意識しましたし、ファスナーのつまみもですね、クリーム色の豚皮なんですけどね、それでやりました。ではですね、今回前編と後編にわたってお送りしましたミニアルマ型ショルダーバッグのですね、この暖色系黄色とグリーンの色目の大花柄ですね、バラだと思うんですけどね、これね、それのバッグ出来上がったの完成として、これで終わりたいと思いますね。はい、どうもご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いしますね。ありがとうございました。ご覧いただきどうもありがとうございました。どうぞチャンネル登録の方をよろしくお願いします。その他、ブログもサイトの方で書いておりまして、下の URL をクリックしていただくと、そちらのサイトに飛んで行ってもらいます。そして、ブログを読んでいただいたり、商品という欄をクリックしていただくと、フクレジャガードとかですね、プリントの花柄とか、バラ柄とかですね、そんな感じの美しいバッグをご覧になることができます。ぜひどうぞ。
ありがとうございました。